プライアーピチャイダープハックプライアーピチャイダープハックは、タイに存在した王朝である、トンブリー王朝時代の武人。猛将であり、同時に中義者として知られ、出身地である、ウッタラディット兼ピチャイ軍では、永遠有志される。本名は超異。前述のピチャイ出身。幼い頃から、古式無縁体、憲法、剣術など数々の武芸を学び、地元にて一目置かれる存在となるが、 これが当時タイを支配していたトンブリー王朝の君主、タークン王の目に留まり、トンブリー王朝に士官するようになる。この後、ピチャイの国主となり、プラヤーピチャイと呼ばれる。この後一時、カムペーンペットに移り、ビルマ軍の侵攻に対する防衛に当たった。後の、アユタヤでのビルマ軍との衝突では、持ち前の武芸の才能を活かし的に自ら、 突進指摘を数多く切ったが、この時刀が折れるほど多人数を切ったため、勲行に感心したタークシンから、ダープハックと名付けられた。このあだ名と、プライヤーピチャイを合わせて、プライヤーピチャイダープハックと呼ばれる。プライヤーピチャイダープハックは、ビルマの大国内からの追い出しが済むと、ピチャイに戻り北部の防衛に努めていたが、1782年には、 タークシン王がラーマ一世に殺されるという事件が起こる。新たな王となったラーマ一世は、プラヤーピチャイダープハックに服従を求めたが、プラヤーピチャイダープハックは、二人の王の奴隷にはならず、二人の主人の召使いにはならないと不意調し、タークシンの身への服従を示し、ラーマ一世に自ら死刑を願い出た。この後、チャオプラヤーピチャイダープハックは処刑された。しかし、 刀を折るほどの猛将ぶり、死刑を願い出た美男は地元、ピチャイを中心に語り継がれ、タイで最も忠義の人物とさえ言われるようになった。ありがとうございます。